東京オリンピック・パラリンピックまで今日で2年を迎えます。東京新宿区に常設のオフィシャルショップが初めてオープンしました。オープンです。どうぞ。こちらの店舗では商品の取り扱い数が最も多いということで、昨日発表されたばかりのマスコットのグッズもこのようにずらりと並べられています。昨日オープンしたオフィシャルショップは売り場スペースが広く、ぬいぐるみや T シャツなどおよそ700種類のグッズが販売されています。中でも130センチあるマスコットの特大ぬいぐるみは店舗ではここでしか購入できません。あ、嬉しいですね。はい、友人とまた来たいなと思いました。これだったらマグネットとかだったら自宅でも使えるので、家族も結構こういうの楽しみだと思うんです。常設のオフィシャルショップは新宿の店舗が初めてで、東京大会が終わった後の2020年9月末まで営業を続けることになっています。